臨天バイエル。岡崎臨天がラジオで行うギターワンポイントレッスンです。今回のお題はこれ。エブリスイングを弾こう、その1。今週からですね、あの名曲ですね、20世紀最後を飾った名曲エブリスイング、ミーシャの曲です。この曲に挑戦してみたいと思います。譜面はですね、そのリッドミュージックから出されております僕のシリーズ、フィンガースタイルで弾くソロギター名曲集第3集ですね、追憶のメロディー、こちらに収録されております。この譜面をもとに解説していきますけど、実際ステージでもよく演奏する曲なんですけどね、細かいところでフレーズが変わってきていたり、あるいはカポをつけないで演奏したりといろんなパターンがありますが、ここは一つ譜面にのっとってですね、スタンダードチューニングカポ2フレット2カポですね、こちらで演奏してみたいと思います。イントロは、同じフレーズをですね、こう繰り返すようなパターンなんですけど、ゆっくり行ってみます。この4小節間、これをですねもう一度繰り返すわけなんですけど、コード進行は難しいものではありません。ただし、この4小節の間にもいくつかのポイントがあります。最初はですね、普通の C のコードに、これ2弦の3フレットが加わるフォームなんですけど、あえて言えば、この4弦目の2フレットですね、ここは押さえなくても構いません。ただし5弦目を押さえている、僕の場合は、左手中指になりますけど、この指の腹で、ミュートをかけてください。4弦目は音が出ないように、つまり共鳴しないようにするわけですね。ここからスタートします。2弦目の3フレットですね、こちらを押さえていた薬指を外して、今度は人差し指で、開放から1フレットへのハンマリング、そして、その後を追うように1弦の3フレットと弾いていきます。もう一度そのパート1、2拍目です。さあその次に、今度はイーブンの C、C on E というね、コードに移りますけど、ここも、5弦目の3フレット、こちらは無理に押さえなくても構いません。ただし、ここで、C のフォーム、もしその5弦目を押さえないとすれば、4弦目を押さえている、4弦目にフレット、僕の場合は中指です。こちらの指先を5弦目に触れてミュートがかかるように、気を使ってみてください。3、4拍目いってみます。ここで5弦目が共振しないようにというね、ミュートがかかっています。そして1弦目の1フレットのメロディーが出てきます。最初は、3拍目の最初は3フレット目小指で押さえられていますが、この部分ですね、2弦の 1フレット、こちらも残しておかなければいけないので、この1パートのみ、人差し指を寝かせて、1、2弦1フレットを制覇する、そんなフォームに一瞬なりますね。そして F メジャー7に移ります。さあこの F メジャー7ですけど、フォームは、当然制覇フォームは使いません。この中で、3弦目ですね、開放から2フレットへのハンマリングが出てくるので、ここ制覇フォームは使いません。6弦目親指です。そして、5弦の3フレット薬指、4弦の3フレット小指、そして3弦の2フレット中指、2弦の1フレット人差し指、これで押さえるフォームで、F メジャー7言ってください。ハンマリングです。さあ繰り返しになりますが、3小節目は、1小節目と同じですけど、4小節目は、2小節目とはちょっと押さえ方が変わります。このあたりはまた次週の解説としましょう。
今日のリンテンバイオリンいかがだったでしょうか。このコーナーでは皆さんからのね、ギターレッスンにおける悩み、ご相談、あるいはご質問、何でも受け付けますので、どしどしお寄せください。ご質問は番組ブログよりお送りください。番組ブログは検索サイトよりアコースティックウィンドと入力すればすぐに見つかります。またこのコーナーは番組ブログよりビデオで見ることができますのでね、ぜひ皆さんのギター向上にお役立てください。以上、リンテンバイエルのコーナーでした。